どうもこんにちは、ジュウです。今回もスーパーマリオランドやっていきたいと思います。はーい。さあ今回がパート5ということで、さあ前回の続きですね。さあ前回まででラスボスのタタンガを倒してエンディングは迎えたんですが、ここからが本番といっても過言ではないでしょう。前回まででノーマルモードが終わったということで、今回からハードモードということで、どうやら敵が強くなったり、あとは多くなっていたりするみたいなので、なんとか頑張っていきたいと思います。もう今回もね、もうやられそうになったらもう巻き戻しをねガンガン使っていきますんで、よろしくお願いします。まあさすがにゲームボーイのソフトということでね、まあ不慣れなところはあると思いますが、待てよ、ここら辺ってノコノコっぽいって言っていたっけ。あれ忘れちまったな。ここにクリボーっぽい敵はいたけど、あれ言って正確には覚えてないぞ、細かいところは。やべべ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 。まあ、でスーパーボールマリオにはなりたいんだよな。頑張って頑張れ。あぶね。オッケー、なんとかキノコをゲットして、いいよ。待て、ここで敵なかったよ。ちょっと待って、トントン。あれこれ言うて一体じゃなかった、ここ。ほんとだ、ちゃんとね敵がね増えてるわ。これがさすがハードモードだね。やぶね。まあこいつはあの封印で倒せるから、まあ厄介な敵だけど、まあ大体の敵は封印で倒せますと。てか待って、スーパーボールマリオになりたいからさ、ここらへん。やべえな、危ない。あー待って、ちゃんと OK、 いいところ来てるんじゃない。待って、まだなの。やべえ、てかなんか空中から飛んできたぞあいつ。待て、落ち着け。やべえ、危ねえ。こう来て OK、 危ねえ、マジやめたすぎる。お、スターだ。よし。なんとかスターをゲットして。いいよ。いい感じじゃない？待って。てか BGM がめちゃくちゃ独特なんだよな、これ。はい。なんか変な感じしかしないんだけど。あー、待て。なぜか無敵が終わってしまった。はい、こう来て。あれ、スーパーボールマリオになりたいな、という感じはあるけど。あ、これ背景か。やべ、危ねえ。OK。なんとか倒して。あぶねえ。OK。そしたら、1の1は、ここは、ボーナスゲームが狙えますね。よし、OK。ということで、これで、まずは、ハードの1の1。クリアすることができました。はい、ボーナスゲーム、できれば3機がいいな。ここ、あ、いた。よし、オッケー、なんとか3機回復。さあ1の2、ワールド1の2。あ、この敵はいたね前から。あ、オッケー、なんとかスーパーボールマリオになりました。スーパーボールバリューになれたので、まあね、なんとか頑張っていきますよ。ちなみにこの状況でダメージを受けると、あのチビになります。あれ、あ、やべべべべべ。あー待てよ、ここさ、ちゃんとねスーパーボールマリオでいきたいんだ。はい、いいよ。待て、とりあえずなんとか頑張ってきますけれども、あれ、やべ、危ね、こいつをちゃんと倒してから先に進んでいく。いいよ、めちゃんか危ないじゃん、この微妙な隙間。 OK、 向こう来て、いいよ、ね、こいつを慎重に倒していけば簡単にいけるから。危ねえ。はい、この矢みたいなものをちゃんと飛ばしてくるから、しっかりと受けないといけない。あー、待て、トン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 。
待て、これ今踏んだ扱いだよね、これ。あば、ちょっと待てよ。つけ、あぶね。ちゃんと見てればいいというものを。これは、待て待て待て、ここは地面になってないんかい。まあ、そりゃそっか。見えてないもんね、まだ。はい、またここでスーパーボールマリオになりました。待ってさ、これさ、昔のマリオってさ、なんだろう、もう、こういうことになるんだよな。で、あのね、変身状態なのに、チビになるというダメージを受けたら。だって今のマリオって、一つ前の状態になるじゃないですか。だって、ファイヤーから、ファイヤーマリオから、なんだっけ、スーパーマリオになるというのはあるけど、だって昔とマリオはそうじゃないからね。だってもうこれさ、もうスーパーマリオと判断してもいい頃だと思うから。 OK、 これでワールド一度にもクリア。よし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 、まあいけるよね、ここら辺も。はい、ここでボーナスゲーム。まあ残機でいいよな、ここ。 OK、 運がいいね。はい、3キーゲット。なかなかいいんじゃないこれ。さあ、ワールド1の3。ワールド1の3で、ここは何ですか？危ねえ。待てよ。これ、ハードモードという実感がないというか、そうじゃないか。待って、これさ、わかりにくくない？やばいな。はい、こう来て。待って、これさ、マジでパッと見がつかないわ、これ。やべ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 。これどうすればいいの？わかったよ、もうこうなったらチビで行く？オッケー、ジャンプ。ああ！昔のジャンプってさ、ほんでさ、制御できないぐらいむずいの。ほんとに。いでで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 、なんかやられた。やべえ、危ねえ。待て、てか、これブロックも貫通してくんのか。はい、オッケー。よし、倒した。倒したけど、待て。普通、ノーマルではこれさ、あれだったよ。ここ1体しかいなかったと思うよ。わぁ、これはさすがハードだね。いけ。ウィー。待てさ、これ、パッと見さ、これ、動くやつもさ、動かないやつも、パッと見同じだからさ。あ、でも、このおかげで、待て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 。落ち着きなさい。このノコノコっぽい敵に当たるんだって、マジ。だって、ここで、キノコが確実に手に入る。だって、ここレンガになってるからね。ここで、キノコが取れなければもう終わりだから。一応これ詰まないようにちゃんと穴はあるんだね。まあそこは良心ポイントなんですけれども。待て、お、スーパーボールマリオがある。スーパーボールフラワーがありますよ。オッケー。あー、やべ。まずいな。いけ。いい。いくらマリオさ、十何年もやってるけどさ。ここまで？待て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 、トントントン。やばいな、オッケー。なんとか先に進んでいますけど。待て。あー、これはわかりやすいね。待て待て待て。これもう、ジャンプでいけるわ。オッケー。まあ、こいつそこまで背高くないからさ、いけちゃうんだよな、これ。オッケー。ということで、まずはワールド1クリアですね。だって最後がワールド4だから。はい。これまだデイジーではないんだよ、これ。別の敵キャラなんだよ。本物はワールド4の3で会います。頑張りますか。よし、次。ワールド2の1の前に。はい、ボーナスゲーム。ここ。あ、行き。まあいいや。まあこれでも嬉しいっちゃ嬉しいんですけれども。さあ、ワールド2の1にやってきました。待って、いきなりこの魚って、あれだったか？あ、待って、これ、スーパーボールでは効かない。
ないわ、これ。やばいな。この状況で、なんとかね、頑張っていきたいよ。待て、落ち着け。まず、このノコノコっぽい敵をちゃんと倒します。こうやって。はい。いいよ。いいんじゃない？これ。はい。やべ。危ない。OK。そして、スーパーボールフラワーあったけどさ、今スーパーボール状態なんだよな。だったら取る意味もないんじゃないから、もうこのまま行こう。やばい。ちょっと待ってよ。まあ、こいつは、見た目の割には、全然倒せるっていうね。まあ、スーパーボールでは効かないけど、踏んだら倒せると。やべえ。なんか、そして、発動落とすみたいなのが、飛んできたけど。OK？はい、はい。危ない。今のマジ危なかった。待て。なんだこのクリボーみたいな敵。もうさ、これ多分クリボーじゃないよね、これ。クリボーじゃないと思うから、これもうクリボーっぽい敵って今呼んでるけど、どう？そこはまあ、知らないっちゃ知らないんですけど、待て待て待て。どうせなら、こっからやり直そうぜ。落ち着け。ああ、いい。待て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 。でもさ、こっからさ、まだまだ難しくなってくると思うんだよ、ほんとに。やべえ。この弾当たんだ。オッケー、活動落とし後は先に倒す。危ないよ、今のは。まずいなぁ。この状況は。ああ、いい。やばいって。オッケー。わぁ、スーパーボール、フラワーがあったけど。今、スーパーマリオ状態だよ。スーパーボールマリオ状態なんだよな。スーパーボールマリオ。で、合ってる。多分合ってると思うけど、危ない。待て。こいつは先に優先に倒しましたけれども。危ない。なんだこの状況は。はい。待て、これは？これは何かありますか？ワンアップだけ？ワンアップはまあ一応出てるけども、ああやべ。言うてさ、俺何度も巻き戻し使ってるからさ、あんまり意味いらないっちゃいらないんだけれども。はい。まあ自分で言うのもなんですが。続け、こう来て、ジャンプ！オッケー！まあ別にここは、巻き戻しするかしないかはまあ別にどっちもいいんですけれども。オッケー。はい、これでワールド2の1もクリア。おっと、待って、この先スーパーボールマリオにはなっている。よし、じゃあ一旦今回ここまでにしましょうかね。よし。じゃあ次回ワールド 2-2 からやっていきたいと思います。ということで、チャンネル登録、高評価、そして、ツイッター、ツイッターのところもよろしくします。それでは、さよなら。